で、はい、俺の奥さんと、はい、通って、そうそう朝そうそうもう測りっこして、はい、36度、はい、ところがさ、36度2分とか4分くらいだったらいいんだよ、はい、6度、36度、8分とか9度は、はい、もう一回測れないなあの、ありますね、うちにも入るときありますから、あの消毒とあの頭ピーやりますか、体温測ってください。そう赤表示が出たらあのお帰りいただくシステムですから。あ、そう、はい、あ赤表示出るんですかあれ、ピーってあれ、うん、37度5分かなんかかだと、うん、あの、あれ緑で出るじゃない普通だ、 赤く出るから、はい、あれが測り、あ、あの YouTube これ昨日直したやつですよね、なんか貼ってましたよね。どうしても小暮に言いたかったことがあるんだ今日。小暮、もう久しぶりじゃん、はい、むちゃくちゃ宮下うまいぞ。何ですか？3月ゴルフ行った時のああそういえばあれから来てないっすもんね。一回ちょっとその後一回来たけど、あのスペアリブ作ってくれたやつね。はい、ほんとそれだけをねどうしてもね言いたくて2ヶ月ずっと我慢してたんだ。実際あれそうですよね。今言ったら分かんないです。え？今言ったら分かんないです。どう思う？あ、分かんない。どっちが分かんない？僕が。だろ？宮下さんが自分はもう出来上がってるって言ってるんで。俺昨日の YouTube 見てさ、はい、あの宮下の、はい、あのマホトでやってたやつ。はい、冗談で見て、はい、俺アイアンプロの音がすると思ったの。やっぱ今なりさ、週一で来なきゃダメだ。いや本当に。音あのマットの上はあの音出すんですよ。あ、見た？僕だって実際それあれさ、なんかあのこうインパクトがその、はい、フィニッシュっていうのな、はい、あのとにかくこう熱い音っていうのかな。いやだから、いやだって今自信満々なんですもん。あ、それね、あのスイングに出てる。本当だよ、俺さ、これ本当にいい音っていうか、もうむちゃくちゃこの間に自粛期間中に皆さん上手くなったなと思って。だって誰もいないんですもん。見てるよ。実際僕こういうふうにわざとこうふざけて言うじゃないですか、うん。なんかわざと言ってる僕もなんか全然聞く耳持たないんで。だから関係ねえぐらいの感じでフィニッシュ取ってるんですよ最近、うん、わざとこう調子崩そうって小暮、はい、この名前をさ、上からバーナーバーってやる。うまいね。いや、まあコース行ってなきゃ分かんないですよ。いやうまい。やっぱ次行くときはもうやっぱ小一郎連れていかないとね。盛り上げ上手だからね。あれはさ、あのいいかとはダメなの。何ですか？行くのって YouTube 撮っちゃう。だってエリカはだってまずいの。まずい。俺は別にまずくはないですけど。いや撮っちゃう。あ、悪くないと思いますよ。まあ、エリカもだってゴルフ場だったら全然あの、まあ、練習場来てる時はたまにその要はすっぴんとか あの、うん、あんまりあれじゃないときはちょっとすいませんとかいうのあるけど、あの別に乱暴で全然大丈夫だって。あのジャンガーコンペの時も全然普通に撮ってたじゃないですか、うんうん、あのそういう2種類あるだろ、企画会しようと思って。ああ、まあでももうでも分かんないですからね、女子もね、始まるしね。た、ただ7月がまたもう全部中止になってる。まあ、6月はまだ分かんないですけどね。6月1個ね。
気になったことがあるんだけど、はい、そのジャイアンツのキャップって今年のキャンプのやつじゃん。はい。どうしたんですか。これはあのまあジャイアンツのあの候補じゃなくてもう多分も元偉いお偉いさんジャムさんの知り合いが送ってくる。2つ送ってきたら1個どうしたんだろうな。ジャムさんくださいって言えばくれるかもしれないですよ。じゃあ自粛明けに自粛明けなんかいいの持ってきたんだろうなとか言われるんじゃない。今日そうだな。5時で帰るんだ。5時半でいや全然大丈夫ですよ。6時までやってっていいですよ。6時までやってでやっぱり来月いっぱいぐらいかな。どうだろう飯食えるって。いやだからちょこちょこ来てる人だったら問題ないと思うんです。あの丸テーブルだってあのもう5人までしか入れないですから。だから しかももう次亜塩素酸水を全部あの噴射してるから。あんなえあそうなの加湿器で。だからまあまあ確率的にはないですよ。うちではうちには菌が入ってきてないと思いますから。でも若い子たちは泊まりとか飯は泊まりなし。飯はもう持参。昼もはい、うん、持参で、あのもう丸テーブルはもうジャンボさんたちだけで。木曜日あの寮あのなんかエリカと金子が飯作ったとかなんかって言っても、ええ、一緒には食っていかないの。いや食べていきますよ。それはいいの夜。あ全然いいですよ。だからあのもう真横に密になんなきゃいいんですもん。だってうちのあの中華テーブルですよ、丸テーブル。あそこに5人ですから、1メーターずつぐらいあの離れてるんです。じゃあ来月の中頃からまた頼むよ。大丈夫ですよ。あの、いや、29,400人だか500人くらいになってるんですね、もうね。ああ、小暮どこ行ってたんだ。本当に俺ちょっと宮下のこと今日言いたかったんだよな。本当にまた3万もう近いんでまた何かお願いします、ね、あもちろんそれは、いくらでも10点でも20点でもですけど、うん、いや違うんだこれ宮下のことを言いたかったんだよ本当に。いやあんな熱いインパクトの音プロみたいな音をさせてたらないよね。まあ、あやんまあ今まではあんまないかもしれないです。ちょっとダフってましたね。まあでも自分で聞いてもあれマモと2人だけでやってるやつあったじゃない。はいはい、あれだって本当になんかこうなんかとにかく右におっぺたら なんとかやってみとかって言ったったって、うん、そんなあちゃとかなんかっていうのはない。すごいインパクト音だよねあれね。まあしかも室内だからそうやって聞こえるんですよ。屋根付きのところでやってるから余計。でも自分でもデコだ。ああ全然感触はいいですよ。あ今までないような感触だけど、ただしんどい。あそうね。これでこう一球一球がしんどいです。あまたあのファンデーションも新しく始めてますからさ、初心者中級者向けに。コメントあったじゃん。今日後で夕方ちょっと YouTube で言いたいことがあったんだ。一人なんかいたんで帰ってきたけど、うん、見てるかなって言うから俺毎日見てるからただあの二人で話してるのは見てない。あーちょこちょこやってる。ただコメントはね、うん、全部毎日見てる。今日は5時まで帰るけど、はい、じゃあすごい久々じゃないですか。あの番号だけ言って帰るよ俺。さっきちょっと映してるからね。こうあのダムダムの話してる。はい。距離を置いて。距離を置いて。ソーシャルディスタンスを。はい。あの5月30日。2ヶ月ぶりの登場です。そうだね。あの小暮に本当どうしても今日見たかったのは、はい、宮下の前。あの3月にこいつをやったじゃないか。さっきもう2回目ですけど、あの本当にうまい。それで最近の YouTube 見てて、はい、あのマモのレッスンだとか、はい、まあ、両面のやつはそうでもなかったんだけど、はい、あの音が違う。音が違う。アイアンの音が違う。前ね、本当ね、はい、もうあの耳は俺20年超えてるから
本当にアイアンの音いい音で、現場でもう2ヶ月前だけど、はい、一緒にゴルフやった時にこいつと、はいはい、本当こいつうまいなって心底思ったもん。そこでなんかいや岩田さんもうまかったよ。だってロングでズボン刺してまあまあ3パットあったけどね、はい、ということでお一人だけはい、2人ね、さっきのジャスティン・ボーズさんとその方がちょっとまだわかんない、あの中山ひとしさん、はいはい、通称あの瀬名粉さんでやってくれっていう人、あ、はいはいはい、その方が272番、はい、で予約が5人だからまあ5人ね、はい、それとあと27番の方が、新ネームで今度から変更して支配人で来るとか、ああ、はいはい、ちゃんと見てんだからね、はい、そうだとあの今なりお元気ですかってかやってますかっていう人が竹子さんとゆうちゃんと青柳しげるさん、はい、元気でしたあの横浜と、千葉で2つに行く家があって、であのゴールデンウィークは横浜で一本も出ずに9日間8日間家から一本も出ないんですよ、そういう生活、うん、あと後半は5月は、別荘の方千葉の方で、右半分、50束500枚ぐらいの芝生を張り替えて、20袋メズナみたいなやつね、メズナって書いてあったね、うん、あれをこう買って、で2回に分けてあのこうホームセンターで今レンタカー貸してくれるから、うん、それを借りて、ただ私はこう運ぶだけで、直美さんがすごいんだよ本当に耕して、あ、芝生を剥がして昔の剥がして、それで耕して硬いやつはその電話してあの、はい、エアっていうか、はい、穴子がドンと出るやつで間違えて根切りを買ってきちゃって、はいはい、でこれなんか違うんじゃねえかってやりながらもう一回買いに行ってその穴を開けるやつを買って、この人が全部やって、全部 逆ですけどね間違いあのやったことあるかもしれないけど 500枚芝生50束ってそこそこあるよね。ありますあります、ね、で俺はまあ、 土をあの土っていうか水菜をこう300キロこう運んでその間に芝生の間に引いて、うん、あの水やっただけなんだけど、この人すごいよ本当大したもん、意地になってやってたのか今日見たらアプローチうまくなってたんですね、これなんか体の芯ができてますね、でしょ、だからそのトレーニングになっちゃってるあ、だからあの低い体勢でこのずっとこういう下半身からだから踏んでたしね、はい、ずっとそれだな、トレーニング強くなっちゃってるんですよ、朝日もやってんだよアプローチ、うんうん、今、うん、だから右手も柔らかくなっちゃったでしょでしょあ、そう今日はその話じゃなかったあの本当にあの、はい、今日そう見ましたわ、うん、うまい多分ね、そこそこねって言ったら叶わないよねそんなこそこまで褒められるとね俺照れくさいから、そんなことないよ、そんなことでしょ、随縁竹岡、はい、あ、そこそこ狭いじゃん、はい、本当にね、そのあれとか、なんかあのここで言ってるコチリだとかドスライスなんて一発もなくて、あ、引っかいたって言ったってもう飛んだフェアウェイにあるとかさすごくないそれ、あんまり褒めると嬉しそうな顔しないいや、いや、いつも否定ばっかりしてるから今日ぐらいはやめとこうかなああ、ね、いや、本当にそれうまいなと思ったのと、こいつら煽りまくっちゃったのと、それとあと最近の動画に行って、はい、なんか綺麗になったよね、感じ、いや、まあ音がいいなと思ってそう、だから今日はどうしてもそれをね、こうあの言ってくれるんですか、あ、だってさ、もう、はい、あの登録がさ、ステイホームだからなんて知らないけど29,400まで伸びたじゃんか、はい、あと600人じゃん、で競争3万人になったら何かをやるっていうのと、うん、300人になったら競争もね何かやるっていう話をあったじゃん、うん、だから、あ、あんた邪魔邪魔
だからいくらでもその協力させてもらうっていうことと、ね、2人のあれは相変わらずあんまり見てない、飛ばし飛ばし、うん、ただコメントは、毎回見てる、全部見てる。で、次の日になっても前の YouTube のコメントは見てる。 前のやつね、前の日のね、時々入ってることあるじゃないか。だからあの、チェックしてます。それとなんか最近、ちょっとゴルフファンデーション、はい、が今3回目ぐらいまで行って、はいはい、一つはもう俺が見てるかなっていう人がいたんだけど、うん、あの見てますあの初心者中級者向けいやっていうか基本っていう形でやってるんですけどね、うん、まあ基本がなってないからあの俺には見ても分かんないんだけど、ただ昨日見た、今日5月30日、はい、昨日見たそのマモとやってた、はい、あの2人だけの練習、はいはい、俺はさ、ああいうグリップだとかスタンスだとかアドレスよりも昨日のあの YouTube が今までで一番こう俺には勉強なんだ。へえ、なんだやっぱトリッキーなあれがいいのかね、マモ君みたいに。いや結構コメントでもはね、いただきましたみたいなコメントありましたけどね、うん、あれほらあのイメージ動画とかイメージスイングだとかあるじゃないか、はいはい、あれに匹敵するから、あれをずっと見てさ、あ今日試そうと思ったことが一つあって、まあ10発打って5発ぐらいしかできなかったけど、いい球あったでしょ、うん、ね、うん、あれね、昨日のね YouTube のおかげ、あれをやったんですね。やった、いやできないけど、俺はね違うの、あのイメージはあのバックスイングも、どうでもいいけど、トップの位置が決まればあとは簡単だとかなんとかって言ったことが一回あったじゃないか、あの、うん、まあジャンボさんがね言ったことあってね、トップオブスイングが決まればスイング作りは簡単、あのスムーズにいくよっていうことに。俺昨日の動画を見てて、あこれかと思ったことがあったの。だからその人それぞれに、多分感じ方だとかなんかっていうのは絶対違うと思うんだよね。でも昨日のあの YouTube、29日付の、はい、マモトの俺には一番今までで勉強になった俺には直接を言ってんの、うん、はい、お疲れさん、はい、いろいろ今成さんにはね直接いろんなこと言ってんだけど、ね、それは刺さらずに昨日の動画が刺さったんだ刺さったぶっ刺さった、ね、なるほど、うん、ということで、もうあのジャモさんは帰るということなので、はい、帰ります。ご飯はねとりあえず持ってきました。ありがとうございました。はい、お疲れ様。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。了解です。じゃあまた来週も一応、来週はあの土曜日じゃなくて平日に、はい、そのがついてますね、はい、それでレスさん、うん、あの別のホテルとかに泊まって、うん、連チャンで来るのってあれやめたらいいですか。それ難しいんだ、できればやめた方がいいんだよな。だからあの親御さんにっていう文つけたんだけど、まあ今解除してるからっていうのはあるけど、まあそれは一応お父さんと相談して。わかりました、うん、はい、まあうちとしてはできるだけもうあのウイルスだけは入れたくないっていうスタンスでやってるから、当分は、はい、毎日来るの大変だもんね。いや違う、来て大変なんか居場所がないですよ今日ずっとドライブしてた。ああ、いやでも千葉はね結構いろんなの今日外もずっと回ってるんですまあちょっとそれも考えます。はい、ちょっとタイミング見てね。ああ、まあちょっとでも危ないでしょ、まだ全然危ないわ、ね、かりました。ちょっと頭に入れておきます。はい、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ということで、あの、来週もまた、来週も来ます、はい、でこれからあの毎週来ますで、食事はとりあえずは
ジャムさんに言ったけど、来月末ぐらいまで、はい、っていうことは話した、はい、だからその時お願いしますということで、またあのあれだけお願いしますよ、スペアリブ。ああれうまいっつってペロって食ったじゃないですか。あ、そう、あ、そう、この前置いてたやつ、あれ奥さんが作ってんだもんね。そうだね、お店のじゃないもんね。ありがとうございます。はい、お疲れさん。じゃあまたお持ちしますということで、はい、了解です。はい、お疲れでした。じゃあ、はい、手洗い消毒。もう山狩さんみたいになっちゃった僕。何もうしょっちゅう消毒しちゃった。俺もひどいっすよね。あのね、宮下さんがあんな見たことない。え、宮下さんがあんな手洗いするの見たことない。あの、僕と今永さんのこともう言えないです。最近言われた言葉を見せて、最近の消毒薬は薄いとか。薄い。そこまでは当たってるらしいよ。初めの、3月、4月ぐらいは、はい、お店でやるやつは、はい、家帰ったらこう指紋というかあれかなんか、アルコールになっちゃったんだよ、強くてね。最近のは何にもスルスも来ない。何にも来ない。薄めてるな。うちにもありますからやってってください。いや、あのその前にちゃんと洗面所で一番いいのはなんか石鹸で手洗うのが一番いいですね。流して、ね、はい、やってきました。あのこう上から流してくださいね。菌って下の方に来るからこうやってやると、こう洗ったらこの爪の方からこうやって下に垂れ流すんです。こっちにあのさっき手洗った後に下にあのタオルがあったから、はい、それ使おうとしたら、いや、汚ねえから自分のこうあの洗濯機の方にやってで、新しいの適当に出す。はい、わかりました。了解です。まあ、あともうちょいだね。はい、まだまだまだ、まあ、気づいてないですよ。はい、でも楽しみ。はい、また来週。お疲れ様です。